こんにちは、ホッと一息でチャンネル、いつもありがとうございます。さて今回ですね、サウンドランプさんのニューアルバムからですね、あなたと出会ってね、これは、以前ね、コメントの中にこの曲もいいですよってことで書いていただいてたので、いつかは歌おう、いつかは歌おうと思いながらですね、どっちかというとですね、こういう、 こうラブバラードっていうのはこうちょっとあんまり柄に合わないというか、どっちかというと元気いっぱいの方がこうなんとなくいつも歌ってる曲が多いので、ちょっとですね、こういうラブバラードっていうのはとても繊細な曲なので、とてもなんか難しく感じていました。で今回ですね、初めて歌ってみましたけどもね、よろしかったらお聴きいただければと思います。それではあなたと出会って、走り出したら
はい、ということで、あなたと出会っていかがでしたでしょうか。この今回のアルバムの中でもですね、どっちかというとちょっと異質な感じですよ、全体的な中では。で、真田さんのイメージからすると、どっちかというと、なんていうんですかね、エビスみたいなこうパンチのある曲とか、そういうこう、ああいうこうね、ハスキーボイスなんてイメージがありますけど、こういうね、壮大なラブアラートもいいなって思いました。なんかとても幸せな気分になれる曲ですよね。まあ、皆さんいろんな人との出会いがあって、いろんなつながりがあって、まあ、世の中っていうのは楽しく過ごしたりもするわけで、なんかとても人との出会い、私もね、こうやって YouTube をやってる関係で実際にはお会いできないんですけども、ご覧いただいている方と一つの出会いがあってるわけですよね。今後もぜひともよろしくお願いしたいと思います。今日はちょこっと後ろひげがあるんですけども、失礼しました。それでは、あなたと出会って今回は歌わせていただきました。ありがとうございます。では最後はいつもの通りお決まりでいきますよ。せーの、指ハート、ありがとうございます。